日本は世界有数の火山国であり住民の命や財産を守るための事前の防災体制の構築や噴火した際の防災対応は大変重要ですしかし実際に火山噴火を経験した地方公共団体は少なく我が国を見渡しても噴火した際の防災対応に当たった職員はごく少数であると言っても過言ではありません そこで、国や地方公共団体などで火山防災対応の主導的な役割を担った経験のある職員が、火山防災エキスパートや火山災害対応経験者として、各地の火山防災対策の立案などの支援にあたっています。この動画では、火山防災エキスパートが経験した火山防災対応と、そこから学んだ教訓について講話いただきます。 火山防災エキスパートの池谷博信委員は、建設省職員として1977年の薄山噴火の時から火山の防災対策等に取り組み始めました。1990年からの雲仙不原岳噴火災害では防災対策に取り組んだだけではなく、地元の関係者とともにその後の復興対策まで長期にわたり取り組みました。 長崎県島原半島の中央部に位置する雲仙普賢岳は、1990年11月から火山噴火予知連絡会による火山活動の停止宣言が出された、1995年5月までの約4年半の間、噴火活動を続けました。噴火による被害は、死者41人、行方不明者3人、負傷者12人、建物の被害、 2511件、被害額約2300億円という甚大なものでした。この噴火で大きな被害をもたらしたのは、火砕流と土石流という現象でした。火砕流は噴火や溶岩ドームの崩壊などにより放出された破片状の岩石や火山ガスが混じり合ったまま地表に沿って流れ下る現象です。 火砕流の温度は数百度に達することもあり、通過した場所を消失させる極めて恐ろしい現象です。速度は時速100キロメートル以上に達することもあり、避難のための時間をほとんど確保できません。また、山腹に火砕流や火山灰が堆積したところに、雨が降ると堆積物が雨水と一体化して流れ出る土石流が発生します。 活発な火山活動により、秒速で10メートルにもなる土石流が頻発して、地域に甚大な被害をもたらしました。また、外国の例では、1985年南米コロンビアのネバドデル・ルイス火山で発生した火山デイ流災害では、池谷委員は日本からの緊急調査団員として、二次災害防止対策の実施・指導に従事しました。 半世紀近くにわたり火山防災に携わってきた池谷委員に火山と共存するために必要な火山防災対策についてお話しいただきます皆さんこんにちはサボージスウェリ技術センターの池谷ですこれから火山災害とその対策と題してお話をしたいと思います皆さんは火山の周辺で生活されておりますから いつかは必ず火山噴火に遭遇しますその時に被害をできるだけ小さくする被害をなくすために役に立つ情報を今日はお話したいと思います火山災害を防ぐためには防災対策をすることになりますけれどもその時に必要なこととは何かというと発生する現象を知ることであります皆さんはハザードマップで多くの現象を どういう現象が起こるかということを知っているかと思いますが、火山の噴火の時に発生する現象は多様であります。例えば発生する現象を知るといってもですね、現象の特性まで知らないと意味がないわけでありまして、その意味そういう点で一つの分類をあの紹介したいと思いますが、これは避難という視点で現象を分類したものです。 現象発生から避難するまでの時間的余裕がほとんどない現象として噴石火砕流融雪型の火山泥流荒廃後の土石流ということが書いてありますがこれらは全て速度が速いために避難をする時間がないすなわち現象が起こってからでは避難ができないというような現象でありますこのように対策にも影響する現象の特性について知っておくことが大変重要でありますなお 噴火の時にどういう順番で出るかということは火山ごとに噴火シナリオというのができてますのでそれを参考にしてよく勉強しておいていただくといいかと思います。この中から今日は時間の関係で2つの現象を紹介したいと思います。まず最初は火砕流です。火砕流っていうのは火砕物とガスの混合体でありまして火砕物というのは溶岩のかけらや火山 バイナッドでありますいわゆる固体でありますそれとガスは気体ですので固体と気体の混じった流れコキ・コンソウリュールと呼んでおりますがその流れの特性は先ほど言いました速度が速いということで雲前で観測されたデータとしては秒速で35メートルというデータがありますもう一つ厄介なのが高温であるということであります 物を溶かす力燃やす力があるということでありまして我々が雲前で観測したものを燃やす力から想定した温度は400度以上というふうに想定しておりますとなるとですね実際にこの火砕流が発生したときに山に雪があると雪を溶かしてしまいますそして火山泥流を発生させるということがありますすなわち雪があるときに 火砕流が発生すると、非常に危険になります。こういうことも知っておくことが大切であります。これが火砕流の流れてきている映像でありますが。雲のようなものが流れておりますが、実際。構造上は。この雲の下を。火砕物が重力で移動しているわけです。発生メカニズムとしてはですね。二つ大きな。 形がありまして噴煙柱崩壊型と溶岩ドームの崩壊型があります噴煙柱崩壊型は規模の大きな噴煙柱が崩壊して噴出物が落下して斜面の地表を走るパターンでありますが溶岩ドームの崩壊型は雲前で見られたように溶岩が出てきて流れ下らないでドームを形成しますそしてそのドームの一部が崩壊して火砕流になるということであります 危険な区域はこの火砕流の流れてくる範囲が危険区域になりますがその量範囲については火災物の量によっってて決まってきまきす。温度を持っているということは物を燃やす力があるということですので例えば雲前でいうと家が燃えているのが見えるかと思いますがこのように物を燃やしてしまいます。例えええば、物がが燃燃ててる、家が燃えてもですね、 ここに火災流が発生している間は、消火に行くことが危険でできません。すなわち火災流が発生すると、消火活動もできないというのが前提になることも、皆さんは知っておくことが大切かと思います。もう一つ知っておいていただきたい現象として、土石流があります。特に、交配後の土石流というのを知っておいていただきたいと思います。土石流は、土砂や岩などと水の混合体、 固体と液体の混合体ですので固液混層流と呼んでおりますが私の分類では砂型型土土土流、泥流型土石流、土砂流というのがあります交配後の土石流ではこのうちの2番目の泥流型これ泥水型ですがの土石流が多いわけでありますが実際この土石流の速度は。 かなり早くてですね実際に観測されたデータとしては桜島で一番速いのがありますなぜ降廃後の土石流をここに選んだかといいますと火山が噴火した時に起こる現象多様と言いましたがかなりの頻度で起こる現象としては降廃いわゆる火山灰が降るという現象がおります。 最近の火山噴火では、例えば御嶽山、2000年の三宅島と物産、少し前の雲仙、福原岳、これ、いずれも火山灰が降っております。そして、その後の雨で、すべてのところで土石流が発生しています。すなわち、発生する確率が非常に高い現象として、荒廃後の土石流を知っておいていただきたいと思います。すなわち、火山灰が降ったら、土石流が発生する可能性があるよということを、 覚えておくことが大変大切でありますこれが土石流が流れてきている状況でありまして雲仙で撮った写真でありますが手前の黒く見えているところがちょうど津波の先端部のように盛り上がっておりますが壁が見えておりますこの黒いところが高さでいうと2、3メートル棒のように見えているのは流木でありますで、この時の速さが約秒速で約10メートル このような流れがまともに家に当たりますと。家屋が破壊されていることは、皆さんもよく災害の現場で見ているんじゃないかと思います。なぜ火山灰が降ると。土石流が発生しやすいかというメカニズムの話をしたいと思います。火山山体は普段は本当は水が浸透しやすく。表面流が出にくい性質を持っております。 皆さんの地域でも山の麓からきれいな湧水が湧き出ていることがいっぱいご覧になっているんじゃないかと思います。また火山地域の近くでは川の名前として水無川とか尻無川といったこれは少しぐらい雨が降っても表面に水が出てこない川に水が流れてこないということを意味しております。 富士山でも800夜景と言ってほとんど水のない普段は水のない谷がたくさんありますこれは全部降った雨が浸透してしまうからでありますところが火山灰が降りますとその浸透しやすいところに防水膜を作ったような状況になりますとなると今度は降った雨がすぐに表面流として流れ下ります流れ下ると斜面がありますから当然下流の方に流れくるんですがその時に火山灰は 非常に粒子が細かいのでこの降った表面流によって巻き込まれまして土石流化するすぐに水と火山灰が一体化して流れ下るそこで土石流になるわけでありますすなわち火山灰が降ると土石流が発生しやすいというのはこういうメカニズムであります実際火山灰を降ると国土交通省は緊急調査というのをやりまして流域に火山灰を降った後 土石流の危険があるときには緊急情報というのを出しますこの情報にも十分注意していただくと良いかと思いますどのぐらいの雨で土石流が発生するかというとこれは雲前で調べたデータでありますけど時間当たり10ミリこの線ですがこの10ミリぐらいになると土石流が発生していることがよくわかります他の火山では5ミリとか時間雨量ですか。 7ミリとか、もう少し小さな雨でも土石流が発生していることが分かっております。すなわち、荒廃後の雨には、小さな雨でも要注意ということがお分かりになるかと思います。このような現象がたくさん発生するわけですけれども、では、噴火するとどのような現象がその火山で起こるかというのは、一般的には過去の災害の事例、噴火の事例をベースに想定します。 ところが過去の災害事例もしくは噴火事例が当てはまらないということもあり得るということを知っておくことは非常に大切です。噴火ごとに変化している事例の雲仙不減岳の例で説明したいと思います。雲仙不減岳は有史以来ですね平成の噴火を含めて3回噴火をしております。1663年と1792年と平成であります。 1663年には溶岩流が発生しましたその量は約600万立方メートル同時に火山泥流これは融雪型ではなくて熱水の飛び出し型で発生しておりまして安徳地区というところで約30名の方が亡くなっております1792年の噴火の時にはやはり溶岩流が出ましてこの時は量が 約 2, 万立方メートル規模の大きな溶岩流が出ておりますまた直接普賢岳ではなくてその前にある眉山の山体が崩れて一部が有明海に入り津波を起こして熊本県でも被害を出したいわゆる島原大変非後迷惑の語源になった災害が起こっておりまして死者が約1万5,000人我が国の火山災害では最も悲惨な事例になっているのが1792年の 和山の山体崩壊でありますこのような事例から平成の噴火の時に我々が想定した火山災害といいましょうか現象は何かというと当然のことながら溶岩流と土石流であります土石流は火山灰が降ったから想定したわけでありますが溶岩流は過去の2回とも溶岩流が出ているのでまた溶岩流だろうと想定して準備をしました。ところが実際は 溶岩流は流れ下らないで溶岩ドームを作ってその溶岩ドームが壊れることにより火砕流が発生しました結果的に噴出溶岩量は約2億立方メートルとこれもまた規模も全く違うそんな現象が起こっていますすなわち噴火ごとに現象が変わったり同じ現象でも規模が変わったりすることがあり得ますので皆さんは火山防災協議会の火山の専門家の先生方と よく打ち合わせをしてですね情報を確認することが大変重要かと思いますそれはなぜかというと危険区域が変わるからであります同じように危険区域が変わる事例としてこれは運善で撮ったデータですが1回ごとに例えば火災流が出ると谷が埋まっていきますこの白いのは例えば1回で火災流で谷が埋まった状態を示しています一番下が見やすい っていますか分かりやすいかと思います。元々の地形はこの線でありますが、一番低いところはこの地点になりますので、土石流や火砕流はここを通って流れ下ってます。で、ここに火砕流や土石流が堆積した結果、一番低いところはこの断面でいうと右側の方に移ってしまうんですね。そうしますと今度は次の火砕流や土石流はこの低い方を流れてしまう。となると。 下流側では全然別の方向に流れていってしまうということになりますすなわち下流で危険区域が変わってしまう雲前不原崎の時はこの危険区域が変わることがあるということで8回ほどハザードマップを作り直しておりますこのように危険区域も変わりうるということも知っておくことが非常に大切ですそれらを対策に生かして火山防災対策火山災害対策が行われますが 災害対対対策策策の基本は、ハードととソフト対策を平時から実施することであります。す。これは他の災害と一緒でありますまずソフト対策ですが監視観測をして平時との差を捉えていくということが重要でありますが実際避難をする際にはハザードマップをベースにしてですね防災情報と合わせて避難計画を作る、そしてその避難計画にのっとって避難をするというパターンになるかと思います。 防災情報については噴火警戒レベル噴火速報また交配後,後は土砂災害緊急情報こういう情報に注意をされたらいかがでしょうかただ噴火警戒レベルも皆さんご承知のように1から5までありますが必ずしも1234と上がっていくとは限りません。普段はレレベベルルでで、すすが、突然3ににななったり、りる可能性もありますので 常に1,2,3,4ではないということも知っておくことが大変重要ですまたハザードマップは防災マップとして防災情報も入ったマップをよく調べておくことが重要です例えば2000年のウス噴火ではこのマップをベースにして約1万人の方が全く無事に避難をされたという実績がありますこういう立派なマップの活用の仕方というのも 参考にされるといいかと思いますではハザードマップと防災情報があれば必ず人の命は救われるのかというと必ずしもそうでないという事例をこれは外国の事例ですがご紹介したいと思います1985年に南米コロンビアのネバダデルルイスという火山が噴火をしましたそして2万5千人の方が火山泥流で亡くなりました 一番大きな被害を受けたアルメロという町、ここで2万人がなくなるんですが、そこに現地に行った時の写真でありますが、これは野原じゃなくて、後ろにちょっと白く見えているのは、これはこの町の一つのメインロードであります。家が全くないのがお分かりかと思いますが、このように被害を受けております。行ってみて驚いたのは、ここは事前にハザードマップが陰変をみなす国立地質鉱山研究所の手によって、 作られていたんですね。アルメラドっていうのはこのちょうどこの付近なんですが、で火山泥流はこの車線ですが山から出てきて上に一つ前に一つ下に一つの3方向に流れ下るというハザードマップが出てできてました。そしてこれをハザードマップを持って実際に担当者は麓の町の二重の町に行って危ない時は避難してくださいねということを説明したそうです。 実際にどうだったかというのを航空写真を日本で持って帰って図化したのがこれでありまして山から出てきて上に一つ前に一つ下に一つ全く同じ形で流れてきた火山泥流ですが残念ながらここでで万人が亡くなななりますすぜかかとというと避難をしなかったんですねそれを担当者に聞いてみますと担当者が説明した後で実際に住民は何て言ったかというと。 いやこれまでやられたことがないから大丈夫だよ心配ないよと言っていたそうですやはりいざとなったら危ないところは避難をするということがいかに大切かということが言えるかと思います日本はそういうことはないよねと皆さんは言うかと思いますので一つこんな情報情報と言いますが資料があることを紹介したいと思います国土交通省の政策レビューですが 万が一のの噴火の時にハザードマップは有効かというアンケートを取りましたいくつかの火山がありますがどの火山でも有効だと思うこの黒いところですがそれとピンクのところがどちらかというと有効であると思うというのを足し合わせるとほとんど9割もしかそれ以上になっております,すなわちどの火山のところでもですね住民の皆さんは万が一の時にはハザードマップは有効だよねと思っておられるんですね。 で実際あるこのうちの一つの火山でアラームが鳴りました噴火のアラームが出たんですねで後でその結果に対してアンケート調査をしたんです皆さんはハザードマップを見ましたかと言ったんですが貼ってあったので見たという方は一番こちらの方でありましてむしろ頭に浮かばなかったというのはこの大きい方であります。頭にも浮かかかばななっったたた探してみたがなかった とといいう方方ががトータルすすする人人中800人を超す7割の方が見てないんですね実際日本という国であっても平時からそのハザードマップを見る習慣をつけてないといざという時にはなかなか見るということができないこともありえるそういうことを考えますとやはり見やすいところに貼っとく例えば冷蔵庫に貼っとくとかですね見やすいところに貼っておいたり。 それを活用することを例えば避難訓練で毎年周知徹底するとかハザードマップの活用の方法を考えとかないといけないんじゃないかと思います。もう一つ情報としてこんなことも雲前であったのをご紹介したいと思います。流言比五であります。男五十二歳これ千九百九十一年のことなんですけど七月から八月頃に島原は三分の一がなくなる。 そののために2万人以上の死者が出る男65歳7月か8月ごろ大噴火があり数万人の被害が出る少し飛びまして女35歳7月から8月にかけて大噴火が起き市民2万人が死者が出るこういう流言飛行が飛びました実際はこれにも書いてありますがポストにチラシが入っていてそういうことが書いてあったということであります。 で東大の当時広井先生と一緒に調べたんですがこの調査によってですねこの後この受けた人たちがどう思うかこういうことは本当だと思うかっていうアンケートを取ると約60%を超す方がですね実際には全く起こってないことが皆さんこういうことが起こると本気になってしまう実際に起こるんじゃないかという心配に変わる。 実際の時にはこれは山体崩壊に対しては井戸水の水位まで測りましたし火山の状況も毎日丁寧に市がですね市民の皆さんに情報を提供してそういうことは起こってないよということを説明しました。すなわちこのような流言蜚語が出たときには行政や火山の専門家にすぐに相談してみてください。ハザード対策については平時の時から。 火山砂防計画を実施することが大切でありまして富士山の例でいうと溶岩流や火山泥流、土石流を対応していくということがなされていますまた、異常時のいわゆる噴火時については緊急減災対策砂防を実施して緊急調査を行った上で緊急ハード対策を行うということになっておりますまた、噴石に対してはアラミド繊維を使ったような屋根の補強をしっかりやっておくことが大切かと思います 緊急のハード対策の一つの事例としては堤防を作る時にしっかりした堤防を作るのではなくてすぐにでもできるようにい板によってまず立て込みをしてこの後ろに土砂を積んでいく土砂で埋めていくこういう簡易堤防を作って運勢の場合は対応しま,した,また火砕流や土石流を川の中でトラップする捕まえるためにですね 川の中をに穴を掘りまして、緊急誘査地というのを作りました。実際に作業をする方にも危険ですので、火砂流とか土石流る出てきますから。これよく見ていただくと、バックホーもダンプトラックもブルドーザーも人が乗っていません。無人の機械を開発したわけであります。そしてこの機械によって工事を施工しました。このようにいろいろな今ツールがありますので、 いろんなことができるという仕組みがありますからそれを活用していざという時の対応をされたらいかがかと思いますハード対策がないとなかなか地域の安全というのは確保できませんのでハード対策でしっかりとした対応をすることが重要かと思います実際に運善でその効果を調べた方がおられます島原市役所の金本さんという方でありますが運善保険だけの安中地区というところでこれは水梨川の下流ですが 災害前には約2,400世帯を住んでおられた方が実際の噴火を行うる平成23年から4年にかけてまた56年にかけて世帯近くままでで減っってしまったんですねです。すなわち300世帯ぐらい減ったわけでありますがその後砂防堰堤ができたり笠上げが出来上がったりして最終的には今は 2600世帯にまで増えている、すなわち噴火の災害よりの前よりももっと増えた地域に変わってきてますよという資料を発表されています。すなわち地域が安定してくると、皆さん安心して地域で生活できるようになってくるわけであります。火山と共存するためにはどのようなことを考えればいいかということをまとめに変えて、 火山国日本に住む皆さん方に私から伝えたいことであります活火山は多くの恵みを我々に与えてくれています皆さんも多くの恵みを受けているかと思います温泉があります景観はすごく素敵です地熱があったり豊富な水湧水もあります多くの活火山の恵みを受けて毎日を生活しているわけでありますのでまずは多くの恵みに感謝をしたらいかがでしょうか そしてこの恵みをできるだけ長い間享受できるようにするできれば子や孫の時代にまで火山の恵みを伝えるこういうことが必要かと思います。そのためにはどうするかというと地域が安全でななくてはいけないいけかと思いますそういうことで平時から計画的なハード対策をしっかりやって地域の安全を確保していくということが大切かと思います。と言っても 皆さんもご承知のようにハード対策には金と費用、時間がかかります。すぐにハード対策が完成するというわけにはなかなかいきません。そのために噴火がその間に入る可能性もありますので、噴火に備えた体制も取っておくことが必要です。まあ、特に避難体制と緊急対応の準備を平時からしておくこと、これも大変重要であります。また もう一つ重要なことは皆さんに提案したいのはホームドクターとの連携の構築であります2000年噴火のうすさ山では岡田弘文先生がまた平成の雲仙普賢岳の噴火では大田和也先生がホームドクターとしていろいろな情報を住民の皆さんにどんどん流してくれましたホームドクターが多くの情報をまた的確な情報を流すことによって住民の皆さんに対して 多くの情報が流れる、また的確な情報が流れる、本当にアップトゥデートな情報が住民の皆さんに届くということができますので、それによって避難も含めていろいろな対応ができることになります。と考えますと、やはりホームドクターとの連携は非常に意味があるわけであります。最後になりますが、改めて皆さんにお伝えしたいことは、皆さんが生活されている地域、 これは火山地域でありますので、防災対策によって、地域の安全と安心が確保されて、火山の恵みができるだけ長い間確保できるような、そんな素晴らしい地域に変わることを願って、私の話を終わりにさせていただきます内閣府では、平成21年より火山防災エキスパート制度を運用しています。 地方公共団体や火山防災協議会からの派遣要請に応じて火山防災エキスパートや火山災害対応経験者を派遣し火山防災対策の推進を支援しています。例えば防災訓練の企画および実施支援地方公共団体の長および職員への研修の実施支援 各火山地域の地域域の防災計画、火山防災マップ等の作成支援火山防災協議会の運営等に関する助言地域住民等広く一般への啓発の実施など火山防災に関するさまざまな支援をすることができますまたオンライン形式での支援にも対応しています。派遣に関するお問い合わせは こちらまでお気軽にご連絡ください。